はい、どうも小生北村です。そうですね、今あのレジェンドの本戦に向けてあのちょっとリハをしている最中なんですけど、あれ小生北村じゃん、おい、何やってんだよ、そっちだよ、そっちだよ、そっちだよ、誰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 だよ、頑張ります。OK。僕はですね、あの紅白コレオグラフィー第2回か第2回の紅白コレオグラフィー合戦というのにあのエキシビションマッチであの出させていただいたときに、あのその時に銀の幸っていう漫画でやってて、でそれを本当は10月の本戦にそのまま改良したのを出そうと思ってたんですけど、まあ、あのなんかこう僕の中でなんか本当にやりたいことはこれなのかとかちょっといろいろ思ったりとかちょっと悩んだりして1ヶ月でやっぱりちょっとせっかくねこうありがたいことにレジェンドの本戦に出させていただくっていうこともあったので、だったらやっぱちょっと固定、最近結構固定概念生きてるんじゃないかっていうのがいろいろあったので、ちょっとそれを払拭しようと思って、で僕がもう本当に昔から好きなドラえもんとクレヨンしんちゃんと2つ悩んでたんですけど、やっぱりなんかちょっと人に届けるとかこう自分の人生もそうなんですけど、あの全部含めていろいろ見せられるかなっていうふうに思ったのがやっぱクレヨンしんちゃんだったんで、それでちょっと今回あのクレヨンしんちゃんあのやらせていただきやりたいなと思ってちょっと選んだっていう形になります。ちょっとこうクレヨンしんちゃんってもう昔からたくさんアニメやら映画やら漫画やらっていろいろあるとは思うんですけど、どっちかっていうとその映画とかを再現するっていうよりは本当にこのアニメ、あの僕が見ていたあの金曜だったんですけど、金曜の7時半から放送だったんですけど、あのもうアニメ1話分ぐらいの金曜のあの夜に見ていたあのアニメ1話分をちょっとあのこの5分で今まとめようとして今仕上げている最中って感じですかね。まあなんかそれを見てなんかあのちょっと昔自分たちが見ていってそれを見て育っていた大人たちやら、これから見るこれからもどんどん成長していく子供たちとか若い人たちもちょっとこう楽しんで見てもらえるような作品になるようにしても頑張っていますので、はい、よろしくお願いします。あのシーンごとにあの曲調だったり、ジャンルがあのガッと変わっていますので、あのそこもこうちょっといろいろ変化があって多分楽しめてもらえるかなっていうのがまず一つと、もう一つはやっぱりアニメ特有の、まあ、こういうクレヨンしんちゃんっていう題材で今回させていただいてますので、やっぱりあの、まあ、主人公たちメインの人たちもそうですし、あのその周りの人たちみんな全員がやっぱあのエンタメとかじゃないんですよ、まあ、表情とかあのやっぱエンタメ強めであの皆さんが分かりやすくちょっと楽しんでいただける、そういったところとかもあのすごいちゃんとやる、うん、頑張っていますので、はい、そこの2つが、見どころかなと思います。まあ若い人たちはもうたくさん笑ってで、僕とかあの昔あの上の人はあの大人の方はあのちょっと昔あ見てたなあの世界観だなと思ってちょっと懐かしみながら笑って楽しんで見ていただければなと思いますので、あのぜひあの見に来ていただいた皆さん、笑いとエンタメを届けますので、はい、ぜひ注目してくださいということでよろしくお願いします。では、あ、いい
やろジャボンゼル。今年の秋、日本のアニメ、ゲームをオマージュしたダンス作品、その世界頂点を決める新世紀のダンスエンタメ大会開催いたします。アリコレレジェンド、僕が新世紀やらせてもらいます。新しい時代の幕開けになると思うので、ぜひ皆さんこの瞬間を見に来て、遊びに来てください。よろしくお願いします。